スポーツディレクターのエドゥーがデイリーメーターが語ったアーセナルに必要なものは3つあるみたいな。まず3つに注目したみたいな。その自分が就任した時にテクニカディレクター。それがスカッタのバランス、年齢、ポジションだっつって。で、そこで注意を、本当に注意を払うべき要素は3つあり。選手の年齢、給料、最後にパフォーマンスだって言ってて。なんか、そうだろうねっていうやつだったね。<laughs> 3つあるっていうか、人間性とかなんか、あ、そこにみたいなのがあるかと思ったら、うん。キャリモと一緒だったな、これは。でもここでいいこと言ってましたね、この。 まあ、でも、まあ、これも普通なんだけど、ほとんどの選手が26歳、27歳以上で高額な給与を受け取ってにもかかわらずパフォーマンスを発揮できていなかったって言ってて。ダイジルとかオーバーメアとかラカゼットダメだって思われてたってことですよね、当時。で、そこで私はこのチームを一新して基盤を築かなければならない、より低い給料でより良い,い将来が約束,さ約束されており、我々を目指すべき場所を導いてくれ、意欲のある若い選手と契約すべきだと言ったんだと、だこれが、 ちょうどその人たちが結構いなくなったじゃん。エル e ニとかセドリックとか。いうタイミングすごって思いますね。それでも言わない方がいいんだけど。だからここを黙ってられるのがクロップなんですよ。これを黙っておいてずっとみんなと関係気づけなのクロップで、まあ、あのね、エドゥの場合はオバメアン放出しただけでシャンパン傾けてインスタにね、画像投稿してたから。そうだからやっぱエドゥちょっと怪しいはずっとありますよね。こういうのでね。 アルテタが、ちょっと石丸さんっぽいと思うんですよ。顔も似てるし、前このチャンネルで言ったけど。もうほんと、夢を持った改革者で頑固、頑固なところもあって、でも頭良くて、みたいな、戦略的に悪いところをこう変えていこうとするみたいな。っていう感じだけど、それに対してのロビー活動してくれる人が Ado なんだろうなって思いますけどね。で、そういう人ってこう、なんか自分はアカデミックですよってアピールしたいところあるから、でもよーく見,見たり聞いたりしたらちょっと薄いみたいなさ。結構サッカー界いるんすよ。 なんかこう、ワンスポーツエクターとか、敏腕 GM みたいにしてるけど、実務聞いたら全然薄いことしかしてないとか、飲み会してるだけだったみたいなさ。エドゥーが、全く能力ないとは言わないけど、みんなが思ってるエドゥーの能力と、エドゥー自身のアルテタとか、内側の分かってる人から評価されてる能力って多分違いますよね。外交力だと思うね。だからギマランイスはほんと、争奪戦っていうか、ただ、あれですよね。アーセナルも入荷するからサク取りたいとか、あとギマランイスの噂上がってるけど、なんか,か、 アーセナルの幹部と、シティ幹部、入荷する幹部が仲悪くて、それは、その、潜在的な財力。だからあの、シティだったら、アブダビ系、まあカタールとかあっちの方のお金と、え、入荷するだったらサウジのお金。だから、お金の元がすごい異常なほどあるとか、なんなら違法性もあるじゃん。 ってなると、アーセナルはそういうライバルがいると、いい選手取れないし、交渉いろいろ難しくなったり、現有戦力にを引き抜かれそうになったら給料を上げなきゃいけないとかいろいろあるでしょ。だから、そういう半目に回るような動きをするんですよね。だか、らせざるを得ないじゃん。シティとか、ね、入荷数に好き勝手やられたらアーセナル思うような補強できないか。ってなると、フロント同士仲悪くなってるから交渉進まないみたいな話は聞いてるね。そう、だからメリー、まあメリーの場合あれだもんね。アルテタとも哲学合うしな。地元も一緒やし。 さっき言った理由でイサ作がまあ取りにくいらしいですからねイサ作取れなかったらそのまんまハバーズジェズスで行くしみたいな合わせサカと腕回合わせる選手上にあれそれがネトになるでもネトってどっち系だっけ俺毎回ネトのこと忘れるんだよなそれがネトなんだろうなっていうに前思った気がするんだけど 押し目はね、チェルシーが有力ですけどね。チェルシーもお金、そんな作れないとかね。あとはパリ・サンジェルマンと話し合うから、そこ決まんないと、それ売ったお金でルカク取ろうとしてるっていう。ネット左利き。ネットなんじゃないですか、それが。キルマンはあれだもんね。ウエスタンも行ったんだよね、確か。ネットは左利きのマルティニッポイマルティニッポインなとこに。ルカクはナポリ行きます。あ、北川さん見てくれてたんですね。ありがとうございます。じゃあ、ナポリですね。北川さんが言ってるの。あれ、おし目はどうするんですか、北川さん。これ 最後に北川さんで締めたいんですけど。その、おしめ売れてからのルカクの交渉になんのかなって思ってたんですけど。ただもうルカクは。<laughs> 気になるな。気になるチャットで。<laughs> あの時のようには期待できませんってカッコ書きが大きい感じがあ。それはもうユーロ見たらね。あ、コンテから個人的にメニューもらってトレーニングし。あ、もうすごいですね。息子みたいな。あそうなんすね。 いや、楽しみ。コンテと、ね、ルカクの再会。ね、でも、コンテとナポリの会長は来年は揉めてそうっすよね。<laughs> コンテのあの感じでナポリの会長とずっとうまくやれる気がしないんですけどね。ところが、コンテの契約の中に、一切現場介入禁止事項が入ってると。だから大丈夫、が入ってる。そうっすね。なんで、それを、僕は、 ナポリの会長が破ってくるんで、やめると思ってますね <laughs>。北川さんがどういうニュアンスを言ってくれたか分かんないですけど、その、そのけ現場介入事項が入ってるから大丈夫じゃなくて、入ってんのに入ってくんなで揉め出すっていう。あはは。守るわけない。いや、おもろいっすね。いや、ありがとうございます。北川さんまたレオザ学園とかゲスト出てください。スミスローに関しては、いや、もうあれはね、結構、タイムリミ,ミット感。 め、もう、だって、アーセナル好きな人とか、内部の、あの、10番与えてた期待でも、スミスロー期待してない人いなかったと思うんですよ。だけど、やっぱ、怪我だったり、あと、オールアナーナッシングとか、ね、見た人わかるけど、メンタル面とか言われてたから、ああいうね、才能あるけど、花開きき,れきらない可能性のある選手みたいな。それが与えられた時間が、もうどん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 減ってって、最終的に、今ね、メリーの来るのか、中盤も補強されて、みたいな感じで、 まあ、ああの枠がなくなっちゃった。あとね、スミスローの枠が上アネりの枠になるんだろうなって思ったんですよね。そう、パーティもそうなってくんだろうな、みたいなね。スミスローのヒアウィー号出た5分後にカールフィオリ加入発表。なんかこれもさ、あるよね。なんかその、ネガティブなニュースあ先に出して、ポジティブの熱狂で書き消すみたいなね。それそれ、スミスロードキュメンタリーでもコーチとメンタルした時もっと大きな声で話せるかいって言われてました。 難しいような、あれな。アーセナル優勝の限り、ダブルパチンコシステムだけやらなければ優勝できます。あ、でもアーセナルはね、俺、今期現時点の補強で聞かれたら、シティよりアーセナルの方が優勝の確率高いって言っちゃうロドリの代わりできる選手、で、代わりできないと、代わりする必要ないときにはインサイドハグやるみたいな。あの、ニューカッスルでいう、ディマナイスみたいな取れてこない限りは、今、アーセナルのカラフィオリ相当ね、いいと思いますね。 監督の好みから逆算すると欲しい選手見えてくるんですよね。だ僕も、あれじゃないですか。なんか、カールフィちょっと噂になり出してくれるから、うわ、絶対好きだって言ってたのは、アーセナル。ボランチできて、両利きで、あの、気が利くっていう。あの、アルテタって気が利くやつが許さないんですよ。そう、そこでそのポジショニングみたいな。だから、あの、今、アーセナルフォワードの噂出てる現状。どのぐらい出てる アーセナルがフォワードの噂出ないのは、僕、ちょっと分かってきたのは、あの、ハバーツがやってる役割を、ハバーツ以上にできて点も取れるやつなんていないっていう。後ろが、センターバックもサイドバックも両方できるクオリティー高い人が、ティンバー、ホワイト、サリバー。で、えー、マガリャン、えー、トミアス、カールビオリ。で、そこに、あのー、ジンチェンコだったりとか、キビオリいるでしょ。で、中盤にライスいて、トーマスいて、ジョルジーニョもいる。で、ライスは1列前使える。 で、え、トーマスも一列前もやらせるけど、基本そっちのアンカーにいて、え、ライスも下ろせるってなると、今度インサイドハグ、ヌアネリをシーズンで使うんだったら、そこヌアネリライスになるし、ハバーツを下ろせるし、えー、もしくは今言ってるメリーノを取ってきて。で、メリーノ取ってくる理由もこれ、ポジションめっちゃ動くから、メリーノだと、アンカーだったりとか、クロースロール的なのができるんですよ。で、右のところは、え、ウーデゴールで、そこにハビオ・ビエーラ入れ,れるし、坂とウーデゴールの控えにハビオ・ビエーラいるイメージ。 で、ここが強いウィング取れたらいい。で、左は、えー、マルティネインディと、ネルソン出てくかどうかだけど、あのー、トロサーレとト。で、トップに、ハマーツっていう動き回りながら、キーキー化して上手くてターゲットにもなれる。ただ、得点力だけちょっと低い。これが、点取れるけど、あの、動き回れないとか、別々のポジションをそれぞれ取り合えないってなると、使いにくいんですよ。これできないエディが一番使われてないから。からそれ求められるようになって、ジェズスの裏抜け減ったようにも見えるしね。 この理論でいくとメリーの取る理由もわかるし、やっぱりこの理論でいくとカーラーよりリ取る理由がこれだったし、で、トップが見つかんない理由もこれなんですよね。入れるワントップ誰かっていうと、これケインなんだよね。下がってきていい裁きできて上がってって点取れるっていう。ただケインが一番来ないでしょ、元スパーズで。あの、ネルソンとエディは、やっぱり、あの、攻撃で共有力、あれ、瞬間的な判断とそれの技術的な実行力じゃないですか。 あの二人は、守備頑張らないわけじゃないですけど、継続的に、あの、判断を間違わない能力が低いんですよ。それはね、普通のチームだったら十分あるの。あの、全然ムドリックとかよりはあるんだけど。ただ、アーセナルだと、比較対象がトロサールとかマルテニーリとか、ジェズスとかハバーツになるから、いや、そこのプレスそっち行っちゃうんかいみたいなのが、なんかこう、突っ込まれやすくなる。